うんと悪さをうなぐThank you.
見る雪は
寒くね、まあ、今日はまだねあれですけど、寒くなってくるとね、なんかもう温泉がね、なんか楽しみで ね、 温泉といえば昔、ね、自分の若い頃に流行った曲で、湯の町エレジという俺の若い頃じゃないか、うちの親父の若い頃ですかね、湯の町エレジ、行きますか。
曲数も歌えなくなっちゃうし、あとテンションが下がっちゃって、だからあの目の前をいろんな人が行き交って、それぐらいはそのままいいんです。そのままいいんです。だから、あの全然水、僕は結構他の暴れてる人もいっぱいいます。暴れてる。全然気にしないで。皆さん暴れていいんですって。暴れて踊っていただいて。自由に出入りして構わないんで、あの昼寝しちゃってもいいですし。なんか。じゃあ次はね、花田さんの名曲と言われる影をしたい。秋の桜って書いてあるコスモスという曲で、これはさだまさし
さんが作ったんですね。山口百恵さんが歌ってヒットしましたけど、さだまさしバージョンでクリスマス。
ね、あのね、もちろんあの施設利用者の方にね、こう喜んでいただけるようにって思いながら、こういろんな曲を選曲してくるんですけども、まあ、それとプラスやっぱりそこで働くあの職員さんの人、日頃結構大変なね、こう苦労されて心身ともにストレスを抱えね、やっぱりそういう人のためにもこう癒しになってくれたらなというふうに思うんで、ね、ちょっと若い歌もあるんですけど、まあ、それはね、職員さんのための歌だと思って次はあの南高雪という、ね、変な名前の人ですけど、夢人よというね、いますかね。Thank you.
Thank you.
緒に歌を行う、ふるさとという歌をね、知ってますね。うさぎおいしいかのやま、うさぎおいしいはうさぎが食べる。
仕事をさせられたという、そんな風な歌です。じゃあ武田の子守
間が来ましたね。さあ、ね、おやつの時間がなくなっちゃってますね。繋いでたばっかり歌ってきましたけど、最後ぐらいはね、ちょっと明るい曲で、川の流れのようになって
ました。おにゃぽんからさ。リクエスト？おにりぽん。おにゃぽんからさ。お母さんたくさんせばいい。冷たい心じゃないんだよって2回言うとこあります。1回目は小さい声で冷たい心じゃないんだよって言う。で2回目はもう恨みつまみを込めた冷たい心じゃないんだよっていうのを言いますので皆さんも一緒にね一緒に歌いましょう。恨みつまみを込めてね、いきますか、はい。すごいね。いやあのね、すごいね。
皆さんがね、歌ってくれるんで、本当ね。お母さん上手だね。上手だよね、声がちゃんと出るし。すごいっすね、びっくり。ね、皆さん退屈しなかったですか？ね、今日はね、とちおとめさんに、じゃあお礼の方。今日は、本当に、あの大変なもの大変、たくさん来ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。